ヤルラチャンネル。新年、明けましておめでとうございます。こんにちは、うくぬしでございます。今回も動画のご視聴の際の注意点があります。まず、今回の動画では、あやの、と、スバン、が出てきます。リメイク前の動画では、立ち絵を表示していましたが、著作権、云々の関係で削除しています。終始、謎の四角いものがありますので、気にしないでください。また、あやの、と、スバン、の声はとても似ています。また、大変聞き取りにくいですので、BGM 代わりに聞かないように、お願いします。それでは本編へ行きましょう。皆さん、はじめまして、うつ主代理のあやのです。同じくはじめまして、クランだよ。今回は、試験的にゆっくりを使用します。今後どうなるかは知らん、投げ捨て、本題に入ります。今回は、初めてオンデマンドバスに乗った様子をお伝えします。女またおバス。オンデマンドバスですよ。まあ、うちのチャンネルでも取り上げてますよ。そうなんだ。とりあえず、デトバスターミナルにワープしますよ。編集の力で、フランさん、そういうのは、言わないお約束ですよ。デトバスターミナルに着きました。もうそろそろ来ますよ。ついに乗れるね。って、あれ？ここは路線バスの降り場でもありますからね。そういうこともありますよ。ふん。ついにやってきました。オンデマンドバス。今回は、9号車の乗車です。号車？オンデマンドバスには、すべての車両に番号がついているんですよ。早速乗っていこう。横にいるのは14号軽東高や大橋行きですね。昔の赤バスだよね。あの車両もこの系統も赤バスでした。そろそろ降りないといけませんね。これは普段から使う価値あるよ。それではご視聴ありがとうございました。